な女子プロベスト3聞いてもいいですか。やばい、やばい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 、ピンチ。ダウン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 、あ、ダウンじゃん、ゴーちょっともう遅いかもしれない、はい、皆さんこんにちは。今日も引き続き遠藤さんとコラボ、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今のホールがなんとめっちゃ綺麗なバーディーで、ほんま、あの急にね、あの方言ホールでね、急にねセカンド地点から、じゃあ茨城県出身で大阪なんで、はい、じゃあお互いのね県のね、はい、あの言葉で喋ろうって言ったら、もう急にタッチがおかしくなっちゃって、そうです、本当慣れてるはずなのにもう本当にショックです。いやほんまに、でも今のところ1アンダーで1オーバーで来てるんで、はい、まあ2打差なんで、この3ホールで決まりますもんね。はい、いやでもちょっと流れが今ね、そうなんですよ、やばいからちょっと標準語に戻させてもらって全然7番ホール、はい、距離は短いんですけどね、ちょっとやっぱややこしいんですよね。狭そうです、まあ、ドライバーで打ちますもんね。僕もドライバーで飛ばないんであれなんですけど、こう、ま、あんまりにもまっすぐ言い当たりしてしまうと今度気がスタイミーになるんで、はい、ちょっと左ドッグレッグなんで、ティーショット次第ですよね。飛びます。食らいつきたいもんな。あ、ちょっとそっち行き過ぎやけど、まあ、でも全然問題ない、まあ、いいんですけどね、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ここはでもあれでいいですよね。まあまあ別にそんなに嫌じゃないですね、飛んでない分。私はあの木のちょっと左狙って、そこからドローしてくれたらいいなって感じです。いいかもです。逆にそんなことないですか。あれが行ってみて、今日のそのピンの位置にもよるんですけど、はい、右に切ってたらちょっと気が、あ、そっか、かかるんですね、うん、かかるかもしれない。毎日練習してる。あ、でも今ラウンドが多いので、あ、そっか、それ以外で練習行けたら行きたいって感じです。うん、そう、練習をね、うん、一応なんか家のちょっとした裏にスペースがあるんで、お、はい、ネット張って、打てるんですか。打てるようにはしてて、いいですね。ね、でもやります、ご近所さんがいるからね、はい、あんまりこうパン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 打ってると、うん、音が、そうですよね。そうだから、もうあのご近所さんにもそれを分かってもらうために全員にゴルフを勧めて、そうよかったらうちへどうぞって、そう、あのもしあれだったらゴルフクラブこれあげますよとか、これ使うとかつってみんなにこうね、お裾分けしながらやってるんですけどね。さあ、お互い問題ないかもしれないですけどね。確かに2人とも同じラインか。俺はもうね、とん、あ、リガちゃんも全然問題ないです。あ、問題ないですね。お待たせいたしました。ありがとう。あ、確かに全然大丈夫ですね。よかった。ここは問題ないですね。131ヤード。行きます。はあ、おお、ナイスショット。ゴーゴー、よっしゃ、ナイスショット、いい音。おお、乗った、アップで、やっぱ上手ですね。今いい音アイアン。115ピッチングで打ちます。
何してんねん。お、ちょっと左。あら。あれ。あー、ちょっと待って。やばい。やばい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 、ピンチ。あれ。ピンチ。これちょっと分かんなくないですか。あれ珍しくない？いや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 、ちょっと本領発揮した。ちょっとちょっとあの方言ぐらいからちょっとおかしくなってません？そうですね、ちょっと、はい。なんですかね。何かがちょっと。何かが？はい。ちょっとやっぱ納豆ネバネバしちゃった、ちょっと。しちゃってますね。水戸だからね、やっぱ納豆美味しいですけどね。あそこから粘り強い。なるほど、そっちのね、はい、そっちのネバでね。あれ。ちょっと黒取ってこなきゃ。今2打差なんでね、ちょっとまだ分からないんですよね。だってまだ彼女負けたことないんでしょ、コラボして負けたことがないって言ってたので、なんとかこのジジイ遠藤がそれをストップしてみたいんですけどね。あーでも俺も遠いな。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ほんまにうまいよな。こういうところきっちり押してくるもんな。このパターを沈めねば。ねばねば。沈めねば。入れたいな。遠藤さん、ネバーギブアップです。ちょっとくだっ一人やってんの。カップをオーバーさせたいですけどね、スライス。ふう、スライスはスライスです。どれぐらい切れるか。5555あー弱いわ。いやー弱いかー、うん、ちょっとライン見すぎやな。乗ってますが、うわー乗ってはいたけどね、ラインにね。はい、いやじゃない、大事なパット。危ない、ナイス、ありがとうございます。うわ端から綺麗にコロンといったね、はい、ナイスパ、ありがとうございます。さあそれを見たらこれ絶対入れなかもんな。そんな切れないと思うんですけどね。むしろちょっと登ってましたねこれね、うん、下りじゃなかったですもんね。切れてよ、オーケー、ナイスです。よし、危ない、あざす、いいですね。え、危ない、なんで片手にされたんです、最初パター。片手はいい感じなのに、何やってもどうせ入らなかったんですよ。そうなんですか。何やっても入らなかったから、へじゃあつってなんかこう だいたいもうほぼほぼ OK ぐらいで お先ですって時にこうって片手で、まあ、はいはいはい、ほぼほぼ入るでしょ。あ確かに。でそれでなヘッドが結構動くなと思って、スムーズに、はいはい、でちょっと距離伸ばしてみて、だからもう20メーターぐらいでも平気でこれやれるようになって、そうそうそう、でもうそれがもう今ね封印されて、全然だからいいのにと思って、うん、危ない今だから。次がショートですね、パーパーですね、パーパーです、なんとかかんとか。いやでも僕そんなスコア的に全然問題ないです、もういいですよね、ここまでワンオーバーだったら、うん、めっちゃ上手です、うん、やっぱり。もういいです。え、ハーフベストはいくつですか。ハーフベスト33かな、多分3つ潜りが最高だったと思う。すごい、うん、でもこう並べて18やったらパワープレイだから、うんうん、やっぱりどっかね、こう両方揃うってことはなかなかないですね、うん、ライオンさんがライバルですかやっぱり。まあ吉本で言えばライオンとか、まあやっぱ巨人師匠とかね、うん、巨人師匠が今吉本で一番あね、すごいですね。こ
はあ、今日はアイアンの抑えるショットが良くないからここで戻したい。148の打ち下ろし見て138ですね。はい、はい、風もちょっと普段8で行くんですけどちょっと冷えてきましたしね。はい、7で行きます。はい、7でちょっとこういう高い球でこういければいきます。ちょっと上げてきたかな。はい、軽く上げ入ってます、ね、おー、ナイスショー。ダウン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 、あ、ダウンじゃ5。ちょっともう遅いかもですうわあ、いい球でしたけどね。いい球だったけどね。はい、めっちゃ良かったです。かっこ悪い今のダウン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 、いやいやいや、ゴーゴーゴー手前でしたね。乗ってはいるけど手前、いや惜しい。ちょっと参考になったかもです、距離的に。私も7で打ちます。はい、おー、ナイスショー。またちょっと左ですね。でも距離は5ぴったりですね。ナイス迷いました。今のはそうだよな、ああいう時あるよね、ゴルフってね。めっちゃあります、ね、なんかこうドローのイメージで打って、はい、ドローのイメージで打ってるのにボールがスライスやったとしたらなんかこう、うん、わざわざこっからさ、あ、はい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 、あ、なんかもともとこうでしたよ俺みたいなね嘘つけお前みたいないやでもゴルフはほんまに楽しいよね、いろんな人と回れるからね、うん、本当にいいですよね。ほんまにそう思うわ、ずっとできるしな、うん。でもずっとじゃあ茨城で、はい、で今東京でしょ。そうです今は、うん、そのゴルフずっとやりながら東京で。もうゴルフ以外はしてないの今は。そうですね、うん、ゴルフの仕事以外は、うん、え、昔はしてなくて、うん、で、昔は昔というかそのいわゆるその 芸能とかは全然やってないってこと。あ、もちろんですね、今全然。そういうのやってないんだ。もうそんなそんな全然。さあ相手はもうパターめちゃくちゃ上手い人だから3パターないので、登って登ってるかな。はい、登ってると思います、ね、上りのちょっとスライスだと思うんですけどね。全くこれ自分の庭だって言いながら全くグリーンが読めてませんからね私は。いきます。あー、惜しい。あんまり切れなかったですね。いや、ナイストライです。ありがとうございます。あんまり切れへんかったな。くだすらです。入れたいな。うわ、弱い。うわー、感じ出してる。あー、ちょっと弱かったか。はい、もうまっすぐです。まっすぐ出せば。よし、危ない。ナイス。ありがとうございます。はい、ナイスです。あ、いいですか。どうこれ。あ、はい、刺しておいて大丈夫です、はい、よし。
ナイスパー。ありがとうございます。ナイス。なんかちょっと緊張しました、ね、なんかちょっとでもあの距離やっぱほんとしっかりヘッド出て、なんか コツありますね。なんかあれぐらいの距離って一番なんかねやれかすでしょ。そうですね、うん、気になるけど、うん、まあでも本当にこの私はこの線と線をめちゃくちゃぴったりこうやってやるので、うんうんうん、ここに当てる、なんかこう肩でとかなんかね言う人いるけど、こうよくこう手でこうやって打っちゃうと良くないとかっていう人もいるけどね。私はでもすっごい手に意識があります。うん、もう右手、うん、ここって感じです。うんうん、なるほどね、はい、そうでも本当にゴルフは本当十人十色でもそれぞれ体のメカニックが違うからね、はい、違うもんね、癖もね。本当そう思います。どんなトッププロに聞いてもみんな違そうですよね、うん、そうだね本当にね。え、女子プロの試合とか見たりします？あの見に行くことはないですけど、あのテレビはすごい見る。あ、すごい見るんですか？うん、すごい見る。あ、むしろ女子の方が見る。あ、じゃあ結構お詳しいですか？おお、もう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 、ここで質問です。あ、おー、なになになに、詳しいって言ってもなんかその誰の、うん、なんとなくは。え、あの好きな女子プロベスト3聞いてもいいですか？それ前も誰かに聞いてたよね。バレた。そうなんですね。いいよ、ちょっと待って、好きな女子プロ、めっちゃ考えますよね。うんうん、今ねパッと浮かんだのは、はい、やっぱあの山下美夢さんとか。ああ、もう超強いですよね。あの人がああなる前に一回番組で共演させていただいた時に。あ、そうなんですか。で大阪の子で、はいはいはい、身長も150ぐらいしかなくて、めっちゃ強いですよね。あ、山下ですみたいな感じで、うん、頑張ってねみたいな感じで、ちょっと俺 上から行ったのよ。頑張ってなみたいな。ほんで次の年ぐらいに会うたらもう1億以上稼いでて。確かに俺下から行ったもん。もう無双だ。山下さん、あ、覚えてますかみたいな感じで。そう、でも山下さんでしょ。あとやっぱ真逆で言ったら笹生さんとか。いや、笹生優香ちゃんもめっちゃ飛びます。めちゃくちゃ飛ぶんでしょ。やばいです。一回しか待ったことあるんですけど、うん、もう、この前ホールドラゴン対決かなぐらい。ほでもまっすぐしか行かないんですよ。うん、あれ衝撃を受けました。だから見てて、テレビで見てて本当に男子プロと変われへんぐらいのヘッドスピードというか、音がパーンとセカンドでロングホールアイアンとか持ってバーンっていったりするでしょ。ほんとかっこいいしかないね。あれはかっこいいなと思いました ね。あと誰かな、まあ、いっぱいいますけど、ももちゃんとかもやっぱり。誰のももですか？上田ももこさん。上田のももちゃんね。上田のももちゃんが20歳の時に賞金女王に多分なったと思うんですよ、はい、2008年ぐらいの時に、うんうんうん、なりました。その時によくね、一緒にこうたまたま共通の知り合いがおって、よくご飯食べたりとかして。あ、そうなんですか。そうそうそう。ほんで未だに未だ第一線で頑張ってるもんね。こんな選手ないですよ。本当にリスペクトしかないです、マジで。ももこさんはいつもあんなモチベーション保ち続けるの、ね、本当すごいなって思うぐらい。本当にそう、まあもう本当にいっぱいおるけどね、うん、めちゃくちゃおるし、最近ほらあの岩井ツインズとかも出てきたりとかしたでしょ、はいはい、とかいっぱいいてるけどね。原エリナさん、原エリカちゃん、はいはい、うん、まあエリナさんもね、うんうんうん、あとね、グアムとかでね、よくね、はい、向こうはこの樹脂トレみたいなキャンプで来てて、はい、俺遊びに行ってるお正月の時期に、はい、金組ちゃんとか、はいはいはい、そうで原エリナさんとかなんかね、一緒にゴルフさせてもらったりとか。うん、でもいっぱい多分共演もするし、つながりもいっぱいありますもんね。うん、なんかね、ありがたいことにね、ありがとうございます。いや、もうなんかごめんね、なんかそんな落ちなくいや、全然トワギョクさんです。かっこいいですね、それ。やーい、ないで、トワギョクさんもな。伝説の。そう、伝説のプレイヤー。伝説の、それはもう、本当に。トワギョクさんと、そうかね。でも知らんやろ。でも、それこそさ、はい、どの辺の時代、俺はだからもう、その女子プロが、はい、それこそ横峯さくらちゃんとか、はいはいはい、宮里藍ちゃんとか、うん、あの辺がガーンと来た時ぐらい、もう本当に俺がその 3.5 ラウンド回ってる時ぐらいの人たちだから出てきたのが。私はそれで言うと愛ちゃん世代です。ああ、そうか。愛ちゃん憧れて、もうパラディース来て、うんうんうん、VIQ 使って、うんうん、で始めたっていうか、それが小学生とか中学生なんで、もうまさにその時ぐらいにね、横峯さくらちゃんがね、俺ん家に来たことあるのよ。そうそうそう、すごいですね、うん、でるいちゃんも、お姉ちゃんも行ったかな、はいはいはい、遊びに遊びに遊びに、
そうで、なんかね、みんな俺んちに招待していろんな人でいろんなスポーツ選手とか、まあ、芸能もおったりとかして、はいはい、で横峯さくらちゃんも来てくれてお姉ちゃんと一緒に来てくれて、あのたこ焼きパーティーしたりバーっとしたりそんな記憶ありますね。すごい、そんな若い時から遠藤さんのお家に行けるなんて。いやいや、そんなの全然 誰でも来ますけどすごい。そうなんかでもね、ちょうど右だけでやっててもちょっと癖が出てたから、いい機会、ちょうど、うん、いい機会これが最終ですからね。最終ホールですか？これが最終のロングですね。なんか綺麗ですね、ここは。最終でいい感じですね。巨人師匠、ライオン、まあ、カジサとかね。ああ、カジサさん最近ゴルフされてるんですか？あんまり、そう、俺ちょ年末の最後に必ずカジトっていうのを連れてやってんねんけど、はい、それぐらいしか俺やれへんから、年一しかやってないから。